送りますね。だから…てりゃ！ああ、情けない。今のでパッてお姫様抱っこして受け止めてくれたらかっこよかったのに。あら、一つだけ条件。これから先、いつでもいい。一回だけでいいから、かっこいいとこ見せてよ。約束するなら、付き合ってあげる。できる？オッケー。じゃあ、今日から友達兼、恋人だね。金色ラブリッチェ。特にエキスパートプランで打ち込んでいることがありませんので。同じく B です。逆に私はテスト微妙だったけど、デザイナー部門で頑張ってるから B だったよ。オーロは？まあそうなるでしょうね。エキスパートプランで特に何もしていないのだから、テスト成績くらい取らないと卒業が危ういですよ。赤点さえ出さなければ退学はないのでご安心を。向上心のないクズはノーブル学園にはふさわしくない。学園の恥なので消えてほしいというだけですわ。プライドのない男、所詮は庶民。庶民よ、あのやつ。ただの庶民。ねえねえ、ところでシルビー、今日時間くれるんだよね。約束だものね。被服室。オーロはついてきちゃダメだよ。レーナがね、作ってる服が完成しそうだからモデルをやらせてくれるっていうの。今回は真面目なやつ。覗き見 NG。でも、ブルマとスクミズを合体させたクッソエロいのも作ったんだよな。あれも試着ってもらおうかな。ダメって時に限ってくるな、お前。まあ、お前ならいいけど。職員室行って成績表だけもらってきた。B。うん、2学期は1回も出てない。でもエキスパートプランである程度結果出してれば評価は高いんだよ、うちは。もともとノーブル学園ってそれ目的で建てられてるし、特筆すべき成果があれば授業も全部免除。ほらあるだろ、どこそこの大学じゃ芸能人なら何もしなくても合格卒業みたいな。来年のグラミー賞。なんでもない。引きタバコ的な、そういうので優秀賞取った的な。その様子じゃそっちは相当悪かったみたいだな。判定なんだった ?C?D とか？
まあ、D はないか。普通に生活してればあんなん取るのは。え、D？ あ、そうなんだですか。いや、うん、気にすんなよ。あんな査定、教師の心象がほとんどでさ、ほら。こっちも驚いたんだよ。勉強は留年の危険あり。エキスパートプランで成果意欲とも特筆すべき点なしで D になるらしい。ぶっちゃけどんだけバカでも、エキスパートプランで私頑張ってますアピールしてりゃ C にはなる。そりゃお前が悪いわ。ないかな。その話をした時言っただろ。俺にはバランス取って生きるってのは難しい。あれ、俺の性格的に難しいってことじゃなくて、誰がやっても難しいってことだからな。バランス取って中庸に平凡に生きる。つまり中庸な位置でバランス取って生きる。これって本当に難しいことなんだぞ。そうだよ、一点だけ尖らせて生きるってのも難しいけど、逆にまん丸くバランス取って生きるってのも難しい。世間様は一点だけ尖らせてスポーツに打ち込んだり特別な成績を出したやつを評価したがる傾向にあるけどな。俺に言わせればその逆だって難しいよ。余計な火種を生まず、余計な恨みを買わず、余計な苦労は背負わず、余計な迷惑をかけず、平凡に中庸に、生きてれば必ずどこかに歪みができるからな。本当に平凡な人生なんてこの世にないと思うくらい。例えば今誰かさんがバランス取ってるようで勉強も何もできなくなってるみたいに。ま、頑張れよ。それでもお前にはバランス取って生きる才能はあると思ってるから。頑張れ。D 判定なんかに負けるな。1には1のいいところがある。ノーブル学園は基本留年者は出さないはずだけど、気をつけるに越したことはないかな。ただいま。いい感じだったよ。服もいい感じのデザインにできたと思う。まあシルビーが着ると何でも似合っちゃうからまだわかんないけどね。あとエルチンに着せたスクミズブルマがね、父とお尻がムッチンムッチンに食い込んじゃって、とにかく2学期に作りたかった服は一応完成しましたってことで。ドーン。お、膝。ふふふふ。恋人になってどうだって、いまいち実感ないけど、こうやってくっつけるのは楽しいね。どうかした？おおう、なんじゃい、急だね。ダメ、なんか恥ずかしい。ごめん。金色ラブリッチェ。ああ、も
まま来ちゃう。間に合わないよ。あー、だから普段から片付けはしっかりとですね。ちょっと2年、パンツ落としてるわ。ドン引き。お父様たちいらっしゃいましたよ、加賀先輩。ひーん。やはりノーブル学園は長期休暇だとすぐに帰省にかかる方が多いようですわね。そうですね。遅くてもクリスマス前にはってなることが多いです。でも、寮内は暗黙の了解として、帰省前には大掃除も済ませておこうってなってるので。一日で大掃除から帰省準備まで。そりゃ大わらわですわ。掃除の方は12月に入ったあたりから、ちょっとずつ進めておく方が多いんですけど。してなかった方はひどい目に遭うと。誰か助けて。ちなみに茜は大掃除は？ちょっとサボりがち。実家に帰るのは来週の予定なので、今週中に終わらせようと思ってます。良い気合ですわ。ちなみにカミナルさんは？私はこの後お仕事が詰まっておりますので、お月にやらせておきましたわ。カミナル様、部屋の掃除終わりました。ご苦労。ずるい。一応正月はお年玉もらいに帰るよ。いつ頃とかはまだ未定だけど、ギリギリまではこっちにいるつもり。オールは？だよね。でも大掃除はしなよ。オーロの部屋全然散らかってないし楽じゃない？かわいいお目付き役がいるんだっけ。大掃除とはいかないけど、ちょくちょく片付けは進めてるよ。進行度で言うと今 3% くらい。いいね。手伝ってくれるなら嬉しい。でも初めての共同作業が大掃除かよ。かもね。抜群って雑巾使う？なんでこのタイミング？おお、合理的。掃除だー。でもその前にもうちょっと散歩してく。あー、やると思うと面倒なんじゃ。続きは来年でよくない？ジュース買ってく。
あー、野球部の。はじめまして、どうも、オーラの彼女です。彼女？あの可愛い子が？この前の派手な子じゃないよな。あいつ、この短期間に。しかも前の子もこの子もくそ可愛い。イージョーズ。そっか、シマ君以外とはまだギスってるんだね。なんで？恨まれてると。コーヒー牛乳飲む？膝枕する？するんじゃん。もう、つい！変則型膝枕だよ。元気出る？よしよし、元気なくなったらいつでも言って。太ももと、もう彼氏なんだし、パンツまでならサービスするから。効果てきめんかよ。いえいえ。うん。金色ラブリッチェ。おはようございます、先輩。なんじゃこりゃ。おはようございます。散らかってますね。あー、わかります。一日じゃ片付かないですよね。ああ、わかります。私今日学校。いちいち制服着なきゃなのが面倒だけどね。イエス。一緒できなくてごめんね。あ、夕飯は一緒しよう。持ってくから。はーい、お疲れさん。あーまあ、このテラスの掃除も大事でしょう。やっぱ男手があるとはかどるよね。お疲れ様でした、先輩。違う。でもこっちを崩すと、もう夕方か。うお、めいて。ああ、
ちょっと長くやりすぎたかな。ずっとメガネかけてたから、耳と目の間がかゆゆかゆゆ。ずっと座っててお尻も痛いし。帰りますか。夕飯、何にしよっかな。いたぞ、彼女だ。間違いないか。ん？誰かに見られてるような。門の外に誰かいる。誰だろう。よく見えないけど。隠れてるよね、あの感じ。怖っ。カホン先生、施錠の時間待っていただいてありがとうございました。逃げた。ガチの変質者的な。おいおいよ、アカネチンたちに注意しとかないと。ただいま。お帰りなさい、レーナ先輩。さっきルインで回ってきましたけど、変な人がうろうろしてたって本当ですか？いやー、よくわかんないけど、チラッとね。しばらく夜は一人で出歩かない方がいいかも。はい、残ってる子たちに伝えます。事案発生ってほどじゃないけど、見た。年の瀬は変な人が増える的な話も聞くし、とりあえず寮のみんなには注意しといたよ。ホモかもしれないからオーロも一応注意して。万一の時お尻はワセリンがあるね。それで守って。すぐ逃げたから大丈夫だと思うよ。寮の中までは入ってこないだろうし。デザイン仕上げたいし。悪いよ。はい。金色ラブリッチェ。なきゃダメなわけ？仕方ないでしょ、じきじきのご指名なのよ。そうなん？ええ、年末年始はあなたの希望でテレビ番組の露出はやめたけれど、できればここだけは引き受けてほしいわね。ソルティレージュ第9王女シルビア・ル・クルスクラウンさんじきじきのご指名によるクリスマスパーティー出演よ。悪くない仕事だわ。どうしても嫌と言うなら無理にとは言わないけど。嫌っていうか、出ればいいじゃない。もうマリアとして一度顔を見られているんでしょ。クルスクラウンさん、それでもうピンときてるみたいよ。はあ、あいつは鈍すぎるけど、シルビーは鋭すぎる。わかったよ、 OK つっとけ。やった、ソルティレージュとコネができる。やれやれ、しばらくは禁煙しなさいよ。新時代の歌姫がタバコ臭いなんて噂立てられないように。はいはい。よーし、行くぞ。どりゃー、てりゃー、うれりゃー。びっくりした。だってめんどくちゃいんだもの。じゃあ夕方頃。もちろん。昨日の続きですよ先輩。
ごめんごめん。鍵閉められちゃってるね。残ってる先生に行って鍵開けてもらうの。出かけてるみたいね。ちょっと時間潰そっか。ごめんね、オーロ。私が時間考えなかったせいで。だね。一人で夜の学校は怖かったかも。でも二人だとなんか楽しいかも。夜の校舎知ってる？オーロ、このノーブル学園にはね、古くから伝わる七不思議があるの。新しい学園はこういうとこ弱いにゃ。寒いって言ったら何してくれる？違うだろ。こうマフラー的なコート的なものをふわったろ。お、いいね、男かよ。最後までカッコつけろよ。オートで流しますわね。あの先生、直前までうちらが何してたのか気づくかな。エッチしちゃったね。こんな記念品もできた。カップルになって初エッチの記念だね。額に入れて飾ろうか。今日の日付入れてさ。だよね。残しておきたくはないけど、捨てるは捨てるでなんかかわいそうかな。もしもーし、オーラの赤ちゃんたち、あとでしゃべろっと。いいじゃん、記念記念。にしても汗すごい。帰ったらお風呂入ろうと。ご一緒する？だよね。うん。あ、そうだね、この辺。今日は寒いからお休みかな。いたぞ。ああ。帰ろっか。一松殿、木崎殿。久しぶり。お久しぶりです。寮の周りに不審者の情報ありと聞いて来てみたのです。それでも神なる様が年明けには戻る場所におかしな情報があれば調べざるを得ません。
情報源がキサキ殿というのも気になりますしね。ああ、気使わせちった？いえ、それで不審者というのは。この辺をうろうろしてたの。顔は見えなかったけど、男。かなりでかいのが3人。なら目立ちますね。わかりました。探っておきます。お二人は寮へ。後のことはお任せください。これで安心だね。さて、ではあたりを。ん？これは何です？暗くてよく見えないが、ブヨブヨしているゴムかな。これって…ベトして変な匂い。ほら、あたしとあやかっちに続いて感謝3人目だわ。おのれ不審者！金色ラブリッチェ。先輩。なんだい？プライベートなこと聞くようですけど、ここはもう直球で。レーナ先輩、市松先輩とお付き合いしてるんですか？え、気になります。いやー、まあ隠すことでもないけど、最近そうかなって感じではある。え、そうなんだ、意外。うえぇ、そうだよね、変だよね。じゃあ私行くから。はい、やっぱりそうなんだ。うえぇ、まあ予想通りではあったけど。はい、意外でしたね。だよね。お似合いの二人だと思いますけど。いや、そこはそうなんだけど。最近ってのが意外ですよね。もうずっと前から付き合ってると思ってた。私もとっくの昔にくっついてると思ってたよ。あ、そういう意味の意外なんだ。どうしたい、あかね。浮かない顔して。そういうわけでは。ただ先輩たちがって思うと、そっか。青春だね。みんなに言われるとまだ照れるの。何？まだ寝て。